1>, 1分でお答えするショート Q&A です。本日のご質問です。ガッカ症と歯並びは関係ありますかというご質問です。ガ関節症という病気はですね、複合的な病気です。関節の痛み、それから関節の音、そしてお口が開かない、開口障害、この3つがある方を一応ガ関節症と呼んでいます。で歯並びはそれの原因の1つとなります。あのどうしても、あの、 一番あれなのは、ですね、噛みたい位置と、まあ、簡単に言うと筋肉で決まってくる位置、あと、それとですね、えー、ご自分の、まあ、簡単に言うと噛んでる位置っていうのは、実はバランスが悪い方っていうのが結構多くいらっしゃるんですね、でそうだとすると無理やりに他の筋肉だとかを動かしながら当たってしまう、あるいは、えー、初めにこう歯が当たったときから歯並びがちょっと,と問題があるので、そこから筋肉をずらしながら噛まざるをえない。 そういった形をまあ繰り返しやってたりすると、えー、いきなりその口が開かない状態から、お痛みが出たりっていうところが出ることがあります。そういった面で、歯並びと、顎関節症は、全部が全部ではないんですが、実は関係がするというふうに思ってください。えー、そういったところのところで、が、えー、関節症と歯並びは関係あります。あとですね、最終的に例えば、顎関節症の治療をしていこうと思ったときに、顎関節症は痛みだけではないんですね。 そういった意味で口がかかないというところもありますし、あるいは先ほど言った音ですね、その辺のところを直さなければいけない、そういったときに、最後、例えば痛みだとかが取れた後に、歯並び、あるいは噛み合わせっていうのが、実は最終的に関節がそれ以上また悪化しない方向に行くためのストッパーの役割を果たします。そういった面で歯並びと顎関節症は確実に関係があるというふうに思ってください。本日は以上です